今日は6時から6人での青春ガールズ公演初日があり、無事に終わりました。皆さんありがとうございます。見てくれましたか？ DMM オンデマンド、 VR スクエア、そして YouTube は一部生配信されていました。なんかまだね、 YouTube の方はさっき見たんですけど、なんかアーカイブが残ってた。なぜか。よかった、見た、よかった、嬉しい、ありがとうございます。嬉しいよ。嬉しいね、ありがとうございます。皆さんたくさんたくさん、きりみちゃん、チンアナゴのアバターさん、フクロウのアバターさん、パンダのアバターさん、シナモンくんお疲れ、たくさんハートもありがとうございます。あ、そうだ、ピアス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 、ちょっと待ってください。そうだそうだそうだ、忘れてた。こんばんは、こんばんは。え、ちょっと待っててください。入るかな、入るかな、入るかな。はい、アウト、アウト、入りません。悲しいよ、本当に悲しい、やだ。最悪、うちでマウントでした。一気に泣いた。逆にこれがめちゃめちゃ泣きそう。何も言葉が出ない。そう、なんか着替えた、帰りに着替えた時に飛びが外れちゃって、安定してない穴だったのに。嘘でしょ。体中の力が抜けました。こんなの配信で言うことじゃないので終わりにします。そう、青春ガールズ公演でした。ダメだ、考えちゃう、ダメだ、考えちゃう。ため息でしちゃう。ショールームで里川さんを見てた。そう、里川さんが今日の青春ガールズ公演最初から最後まで全部見てたっていうお話を聞いたんですよ。そう、そのお話をちょっと聞きたいの。聞きたい、嬉しい。なんか9期の、あの昇格したメンバーもね、見てくれてた方がほとんどで嬉しかった。かいにゃん、あーや、きにちゃん見てくれてた、コメントしてくれてたね、ツイッターでツイート。嬉しいよ。里川さんなーに。なーに、こんばんは、こんばんは。そう、報告じゃない、報告、なんかももたんのツイートは見た。ねえ、見せ方が、ちょっと何の曲だろう。でも前に青春ガールズ公演の時に里川さんと横にゃんさんが青春ガールズ公演の実況をしていただいた時にも、なんか私の Don't Disturb の曲の服が似合うとか、なんか結構ブログで褒めてくださってて嬉しかった、覚えてる。嬉しい、嬉しい。そう、さあ、やー、こんばんは、こんばんは。嬉しい、聞いたかった直接。
ナのアバターさんハート、野々垣さんのアバターさんハート、シナモンくん頑張った、カレのアバターさん花束、オモのアバターさん武法、イケイケのアバターさんハート、どこの子のアバターさんもハートありがとうございます。お疲れ様、ありがとうございます。フクロウのアバターさん夏いね、ありがとうございます。スクショめっちゃ撮った、何のスクショだ。そういう部分よ、私はなんか今日までは本当にねたくさん練習したし、みんなと合わせるところは合わせたし、そう直前までずっと合わせたり個人練習も頑張ってやってたし、今までの青春ガールズコアの中で一番ってなるは分かんないけど、人によってね見え方は捉え方違うけど、よくはなったのかなとは思います。まあね、よくなってなきゃいけないことだからね。そうよ、回数重ねるごとにね、よくならなきゃいけないから。でも本当に楽しい、ねえハッピー癒して、本当にハッピーだ、ありがとう、おむすび食べた、今ご飯食べてた、ハッピータ来た、袋踏んでるし、かわいい、袋に乗った。リーゼントのアバターさんハート、袋のアバターさん夏いね、バルタン選手のアバターさん花束、カリのアバターさんキロキロキロピのアバターさんハート、猫のアバターさんお疲れ、ありがとうございます。いや今日はね久しぶりに結構あれよ、ガチガチのしっかりメイクをしました、公演だったので。そう、画質良くなった、画質が悪い、私のせいじゃないと思う。絶対違う、私 Wi-Fi 繋いでないよ、繋げたら逆にねおかしくなっちゃうから。こんばんぷりのアバターさん頑張った、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは、お疲れ様です、ありがとうございます。楽しかった、楽しかった、楽しかったけど、初めての6人体制の青春ガールズ声だったし、もうね自分にいっぱいいっぱいで、周りのねこのことを全然見れなかったし、後ろにね、劇場の後ろのモニターにツイッターのね画面が出てたんですけど、その画面一切見れませんでした私。もう常に何か公演のことを考えてて、本当は見たかったですよ、皆さんのねハッシュタグつぶやいてくださってたもの。画質も疲れてる、え、ごめんなさい、伝わっちゃってる。マビタンかわいい、そこでいいの、かわいい、好きにアピータン、さやきっかけで10年ぶりくらいに声見ました、ありがとうございます、嬉しい。意外に6人の舞台いっぱいに見えたから、嬉しい、そういっぱいいっぱいじゃないから、ソーシャルディスタンスを保ってね、だから一人一人不良をね大きく動くことを意識してたし、まあ言われてたしね、そうそうね。でも MC の時とかは後ろに皆さんがつぶやいてくださったツイートの画面は見えてました。これにめっちゃ甘いツイートできませんでした、でも見てくれたの嬉しい、ありがとうございます。そう、楽屋もね離れてたよ。さやはい、そうアフタートークもね公演終わりにあって約15分間ぐらいかな、そうよ、ハッピータン、かわいい、
家に帰ってきたし、こんばんは、こんばんは。そうだよ、私は公演中1回2回入りましたが、217日ぶりの劇場公演で、なんかエゴささっきしたら YouTube まさやかで何かのニュースに載ってた。よくね SK48 のまとめじゃないニュースを書いてくださってる方。そう、今回はねナーヤンとシンメが多いし、歌割りが同じことが多くて嬉しかった。ナーヤンとその話してた。サーポーズね、全然私できなかったよ。一回スポー到来等のねところは最後にねやったんだけど、他全然やってない気がする。そう、やろうやろう思ってたけど、もうね振りと立ち位置とカメラのことを考えすぎてて、ちょっとダメよね。楽しかった。そう、 MC も全部私はナーヤンと一緒で唯一キュンです。嬉しい。あ、そう、 WWS さん、そう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 、あとスクランブル、そう、編集長さん、ん、書いてくださってて嬉しい。パイパイでした。うん。まあね、さやの写真、嘘、それは知らない。え、漏れてないでしょ。なんか SK48 公式ツイッターにみんなのね一人一人の写真がね載ってるんですけど、私もやばい、もうさ顔がでかすぎてもうなんかなえた。もうもっとあれだなと。でもね、やっぱここの肉は本当にね痩せられないんですよ。もうエラの問題で。こんばんは、こんばんは。当たり前だけどさえ歌ってない。歌うよ。歌うときは歌うよ。だがしかし堂々としてた。嬉しい、伝わったかな。なんか少しは成長した姿を皆さんに見せられたのかな。お豆が今来た、よかった。ハッピーボトルかな。私6人の中でも一番ソロパートが少なかったな多分。私、愛のビーチサンダルのところ歌って、あとは全然ない。ドンツデスタウも1個あったくらいかな多分。そう、一番少ないと思う。初めてパフォーマンス見て嬉しかった。嬉しい、ありがとうございます。そうよ、リハから全部歌ってるからね。セーターしか見たことなかったかもしれない。変わったかな、変わった。今日の声でさ成長したなと思って嬉しい。こんばんは、こんばんは。改めてさえていいなと思った。嬉しいよ、嬉しいよ。どこどこのアバターさん夏いね、ありがとうございます。あ、ハラミのアバターさんも夏いね、ありがとうございます。ハピタン、ちょっとね本当に今お腹空きすぎてなりそうなんですよ。夜ご飯はまだ食べてなくて、夜ご飯って言っても公演前4時5時5時台にお弁当のおかずを食べたんですけど、おかずだけ、ハンバーグ。でもなんか本当に変に緊張しすぎてお腹気持ち悪いし、なんかもう喉を通らなかった食べ物が。でやっと終わって今すごくお腹空いてる。本当だけよ。で471日目連続配信ありがとうございます。
聞いた。ありがとうございます皆さん。カレナブタさんオープンありがとうございます。顔つきに自信が見えた。でもね、なんかね、初めてってぐらいですね。私ダンスの先生に前より本当に表情が良くなってるよって言われてすごい嬉しかったんですよ。前日のリハ、通しリハの時に初めて、あれは褒められたと受け止めていいのかなと思った。なかなか褒められないから嬉しかった。ハッピーさんと一緒にご飯食べるしかない。食べるね食べるね。そう、でもね、自分的に表情一番ね、なんだっけな、日付変更戦、いや、バージンラブかな、日付変更戦一番意識したのかもしれない。自分の中でチャラチャチャーンチャーンの前のね、ナイアント一番前で踊るんですけど、チャラチャチャラチャ、あ、いいのーのところ、嬉しい、なんやもう言えましたよ私自己紹介もし一緒だったから嬉しいよ。そっか、練習が自信に合われてくる。そうだよね。いや本当に無事に終わってよかったよ、本当によかった。足パンパンなの、どうやって直せばいいの。なんか自分でマッサージしてもやり方が変なのかな、治らない。え、本当だ、待って、久しぶりだありがとうございます。タワーじゃん、スコティッシュボールのアバターさん、タワー映る、ありがとうございます。タワーありがとうございます、お久しぶりですお久しぶりよ、なんでありがとうございます。なに、最後ゼロポジにいた時泣いた。え、いつよ、ん初めて見ました、嬉しい。じゃあこれからの青春ガールズ声もぜひ見てください次は誰が出るか分かりませんが、まだ皆様お祝い、嬉しい、ありがとうございます。すみません、お手手が、東京タワーなのかな、いや、ん？どうやればいいんだろういつもこれよありがとうございます。いつかは劇場でさよね、そう一日でも早くね、皆さんが直接劇場公演を見られる日が来るといいな。いい顔してるなんでいつもと変わらんよ。ラスカルのヨットのアバターさん、ハート、バルタ星人のアバターさん、最高、ありがとうございます。ユッチのアバターさん、花束ありがとうございます。そう、今回はね、ファンの方がいない配信限定の公演だったんですけど、いやー、なんかもうね、カメラがやっぱいつもより近いし、カメラマンさんとスタッフさん本当に人がいなくて本当にいなくて、すごい違和感しかなかった。私、そうなの、違和感だった。今日はゆっくり寝れる、でもね、寝れると思う、
思ってたんだよね最初。でもね絶対寝れない。絶対寝れない。きりみちゃん、ハト、カレナブタさん、ありがとう、ありがとうございます。私カメラ目線ちゃんとできてたのかすごい不安なんですよ。一応ね赤くなったところ見れば映ってると思うんですけど、やっぱりお客さんいた方がいい。え、もちろんもちろんよ。だってもうキャッチフレーズ、まあね他の2人エナマルとナーヤンが言ってくれたんですけど、いてほしいよ。一番盛り上がるよね。なんかちゃんと了解ですも皆さんやってくださるし、アドレナリンが抜けないのかな、多分そうかもしれない。カメラマスいくつか見つけた、よかった。嘘、嬉しい。反応があるとないと違う違う。まあでも3人とか6人での MC はあれですね。でもなんていうの、ちゃんと自分が話さなきゃ回さなきゃという意識を一人一人持てるから、ある意味いいこと、いい経験。そう、トーク力をもっとねつけないといけないなとも思ったし、今日こんばんは、こんばんは。これくらい存分に食べていてもね、お家に全然ないの。なんかささみもねずっとねあるんですけど、茹で終わったやつちょっと今何日食べてないのかわかんないから、そのささみ食べるのなんか不安なんですよ。一応冷蔵庫にずっと入れてあるけど平気？平気？一回火を通してるから。人が少ない分いい緊張感に挑める。そうなの、そうなの。だから皆さんも一人一人見やすかったですか？あ、それはダメ？あ、じゃあ捨てよう。胃が痛くなる、悪くなるのはちょっと嫌だ。一番苦手。あ、焼けばセーフ。焼くのか、ちょっと今から焼けません。一番簡単なのにね、焼くだけなんて。ちょっともうダメよ。明日やるね。明日やるよ。よく焼かないと、じゃあ細かく切ろう。糸引いてなければいけ。え、そこまで、ちょっとちゃんと見よう。注目しやすかった、よかった。確かに食中毒あるもんね、冷蔵庫に入ってても怖いよね。さや、はい。そう、明日はちょっとゆっくり休みます。体を久しぶりに休めるよ、嬉しい。なんか今日も結局ギリギリまで寝ようと思ったんです、家出る時間のギリギリまで。でもね、目覚まし前にやっぱり起きちゃうんですよ。そう、おやすみ。嘘、あ、もうそんな時間早い。皆さんありがとうございました。寝る方おやすみなさい。ありがとうございます。緊張したよ、ゆっくり休んでね。ありがとうございます。カニのアバターさん、お疲れ、ありがとうございます。そう、もうね終わったから、みんなでいつかご飯を食べに行こうというね話を。あと大人組3人。大人組3人、そうよ、なんやも大人組だけどね本当は。本当によ、本当に大人組ね。なんか私ってやっぱ年齢に合ってないよな。なんか落ち着いてるはよく言われるし、自分でもわかるけどね、子供っぽくもないし、すごい大人でもないし、色気のあるセクシーな曲はまだ全然やったことないからできないしっていうね。そう
そう、ふーちゃんから21歳児もらいました。それに合わせようかな。もう21歳児そういうももたん、そう160センチで羨ましい言ったよ。マイク入ってるか入ってないか分かんなかったけど。ふーちゃんそうよ、キュッキーで一番背が低い153か4、ちっちゃいよ。結構中坂ともね差があった。この間のオンライントーク会で一瞬立った時に分かった。え、でも本当に何センチなんだ私。今まで154センチって言うけど、実際絶対ね153の気がするんだよな。なんか日によって違う、身長1センチ153か154。まあ持ってもかわかんないでしょう。154でこれからいきますね。伸びてるかな、伸びてるといいな。でも私高校、中学、いや中学1年生くらいからも私153だったよ、私の今の記憶では。あ、髪の毛で盛れば嫌だ。もさりになっちゃう。かわいい、お腹鳴った、ちっちゃく。そう、最近体重計を私買ってですね、もう毎朝起きた瞬間測ってる。一番いいね、なんか体重プラスあの体脂肪率と何でしたっけ、 MRI 違う、それはレントゲン、なんだっけ、 BMI あれ合ってる、 BMI、 そう、それを買ってですね。でもなんかやっぱ筋肉ついたし、あのささみとかプロテインを飲んでるから、なんかちょっと差が激しい。なんか体重ね、もうね、でもさ、体重が少なくても見た目が太く見えてたらダメですよね。だから私体重重視じゃなくて、最近見た目をね細くなればいいんだと思って、体重は別にね重かろうが少なかろうが。20前後がいい、そう20前後ではあるんですけど、それじゃ気にしなくていいの。何、筋肉増えると体重減らない、そうだからね減らなくなったんですよここ最近。悲しいよ。もう私さ、他のメンバーより骨盤がやばくてですね、広がってるんですよ。なんか太ももとかウエストの細さでは衣装入りそう、入るのに骨盤が横に出ちゃってるせいで入れない衣装もなんかある。入るけどギリギリなんですよ。もう骨盤、私本当になんでこんな骨盤発達してんだろう、骨びっくりした自分で。なんか SK 入るまでは全然気にしてなかったんですけど、入ってからすごい気にした。今日の浴衣衣装の時も一人だけなんか骨盤めちゃめちゃ出てて、言葉を失ったよ。あれ骨盤、お腹鳴っちゃいそう、あやばい、目の前にパンがあるから余計に。水泳の、え、どうなんだろう、水泳でもあんま関係なさそうかな、骨盤は。肩幅とか結構変わるって言うけどね、水泳。骨盤矯正変わる？縮むかな？やだ、骨盤すごい骨が強いの、え、強いのかな、強いと嬉しい、骨折したくないからね。
待って、でかいお腹鳴りそう。音立てるもんありません。そっち集中してしゃべらんくなっちゃう。あなたもう気にせずいい？いつもならもっと大きいよ。ちょっと今気にしてるからお腹も分かってるみたい。でもまあ骨盤がね広いと逆にくびれがすごいこう見えるというものはあるんですけど2回目気にしない、ありがとうございます。いいか、これこのまま12時まで配信やりそう。ハッピーさんのせい、なんかかわいそう。ハッピーごめんね。かわいい。そう、今日はねナイアンが私に誕生日プレゼントでくれたアディクションのキラキラのアイシャドウをまぶたに塗ったんですよ。気分が良かったですね。私どこにある、あった。でそう、嬉しい。めちゃめちゃ綺麗に発色するよ。嬉しい。もう今じゃ見えないね、画面じゃ伝わらない。直接見たらわかる。キラキラなんや、なんやは知らないけど、このこと今日つけてるって見せてないの見せてない。変に恥ずかしくなった。カレノブタさん、花束ありがとうございます。見えた？あ、そうだ、知らないこれだとアイシャドウってどのくらい持つの？え、どうなんだろう、今撮れてる？ちょっと見たい。でもなんかね、ブラウンとかピンクの濃く塗ってるからそれは取れてないけど、やっぱ汗とかでキラキラのラメは取れちゃうね。あんなにいっぱいつけたのに、ナヤのラメ。今日のメイクはしっかりしてた？ありがとうございます。そう、なんかねこのメイクをして公演に立ったのが初めてだったから、どういう感じで DMM さんとかに映るのか気になってたんですよ。平気だったかな、濃すぎた、違うか。そう、リップはいつもの定番のロム&のフィグフィグをつけましたフィグフィグなんか言いづらいね。あ、なんやが配信始まったよ。なんや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 使ってる人嬉しい。本当かな、本当？お弁当は持ってきたの？うん、うん、おかず焼き食べたよ公演前に。そうよ、なんやなんや、なんやっぱ明るいのみたい。え、これ明るくない？これ暗いのかな、真っ赤かよ結構。最近買った方はオレンジっぽくて、私ねピンクのリップが本当に似合わなくてつけられないんですよ。トラナーワタさんバラありがとうございます。コラボ配信はしないな、いつかはしたいけど、みんな休んでからいつかね、なんかもうこれから何も予定がないからどうなるんだろう、それがまた怖い。今日無事に公演が終わって嬉しいけど、これからのこと考えると、次もまたねパワーアップして公演したいな。お疲れ様ありがとうございます。そうだよ、今朝がアイス食べて、え、食べたい、お家にないよ。オレンジね似合わないの。オレンジ？ピンクよピンク。早く現場復帰したい。そう、私も早く皆さんとお会いしたいよねえ。これ見てたよ、ありがとうございますありがとうございます。おお、そう、
この間まではね箱のアイスをね何箱か置いてたから安心してたんですけど、いつの間にか全部食べ終わってて今ないんですよ。今ねバナナしかないよ、デザート系バナナ。今の気分じゃない、バナナは朝よね朝だよね。キャサイも竹内島もそうだよ。キャさんと君星ライバルにはこれね一緒に移動しました。じゃーんじゃらんじゃじゃんじゃじゃじゃーんじゃってとこ、あと青春ガールズこうん青春ガールズの後ろで一サビ踊ってた、向き合って。そうよ、ウエハースめちゃめちゃ懐かしいね鬼滅の刃とカードキャプターのだよね、だいぶ前に食べ終わってた一瞬よ。チョコないんだよな、朝ねチョコ食べたよ。おー、バナナはおやつに入りますか？入りません。え、でもおやつなの？本当にバナナって。でもバナナ食べるといいって言うよね、この時期。カリウムだけ何かが入ってるってニュースかなんかでねやってた。結構なかった、あったあったよ一瞬よ。私はねお菓子が自分の家にあるってね考えちゃうとね食べたくて仕方なくてあまり残していられないタイプなんですよ一番太るタイプよ。食物繊維、あー今ねグミ、ああるあの疲労回復のレモンのグミみたいなそうよ、あれ効くのかわからんけど、でもね美味しいの、やっぱグミは何でも美味しい。カレーのおまたさん、ハートありがとうございます。あったらあるだけ食べちゃう。いやでもちゃんと今ちょっと食べ過ぎだなと思った時は制限できるよ。お腹空いた時、今とかあったらすごい食べそう、でも止まらなそう、怖っ。でも12時前、なんか届いた 3CE のラメ、これをねつけて公園に出たかったんですけどちょっと間に合わなくて今つけてみようかな、韓国のものがね。これねめちゃめちゃラメなの分かります？粒が大きいの。これをねまぶたの下に塗って公園に出たかったの。ほら全然違くない？ちょっと待って、鏡で見た方が全然よかった。粒が大きいと良いの。目、黒目の下に置きます。え、めちゃくちゃいいやん、綺麗だよ、すごいキラキラでしょ。これいいよ。なんか確かキミちゃんも使ってたかな公園で、でみんなココナさんとかと一緒にお揃いのラメって言ってつけてた記憶がある。そうキラキラよ。このハッピーさんの姿今すごい見せたいけど見せられないのがちょっと悔しいな。かわいい。そう今日はね私初めて公園で遠くにいても披露したんですよ。いきなり公園の話に戻ったんですけど。そうハッピーさん、そう床で寝てる、床の紙袋の上で寝っ転がってる。そう感動した。なんかね潤わない予定だったんですけどやっぱりね家族のことと島民の方を思い出したらちょっとダメね。初日のメンバーに選ばれたとかいろんな思いが出てきてね。今日はね朝起きてから家族全員とおばあちゃんにすぐに連絡メールをして
そう、自分を落ち着かせてた。やっぱね、優しい言葉かけてくれるじゃないですか、家族だし。でも勇気があった、嬉しかった、私から連絡してよかった。皆さんも潤ったんですか？嘘、本当に？映像、遠くにいてもリハは平気だった。やっぱね、違うね、本番ってなると。あれ、みんな私のなんかセリフを言ってるけど。カニダブダさん、尊い、ありがとうございます。見てたら思った、嬉しいね、嬉しいよ。そう、なんか聞いてください。もう、あ、違う、もう違う話になっちゃうね。今日は公演前に1公演分全部通しリハしたんですよ。だから実質2回公演で、自分たちの中では衣装着て、その時にあのツイッターの画面が固定で、あの映ってたんですよ。それ見たら、なんか私が配信でこうやってサヤポーズしてる写真がずっとあったんですよ。もうね、恥ずかしかった。嬉しいですよ、嬉しいんですけど、ずっとその画面でみんなに見られてて恥ずかしかった。あれ、サヤやんってすごい言われて。サヤポーズの私の写真が載ってました、ずっと1公演分の時間リハで。そうだよ、止まってたよ。そうだよ。でもそう、今日のさ公演プラス今までのレッスンで、もうナーヤンの踊りがすごい私大好きで見てたよ。なんかもうね、一番好きなのはやっぱ不思議な夏だよね。なんかめちゃめちゃ良くな、なんか私が言う立場じゃないけど、すごい素敵だった。かっこいいしセクシーで。そうよ、このヤシの木がのところ一緒に歌ってたよ。そう、嬉しいね。いた。ベストタイミング。そうよ、ダンスの先生にも見られてて恥ずかしかった。恥ずかしかったよ。今日は本当に久しぶりにキャッチフレーズもやって、懐かしかったな。ナヤンとエナマル言ってくれました。リュウジ島、了解です。なんやなんや、なんや、あなたのスマイルであなたのハートを寝れないうち。すっげー、そうよ、アフタートークでなんやのお話を私しちゃった。プリン。プリン本当に美味しそうに食べてたんですよ、なんや。しかもその食べてたプリンが私も結構好きなプリンで、食べたくなった。みんなのツイート見れてた？見れませんでした。曲中は一切見れなかった。そう、本当に見れない。後ろ振り向く振り、まあ何回かはあったけど、常にまっすぐ向いてたんだ。なんかたまに立ち位置と。なんて、本当に一番優しいし面白いし、うん。うん、アフタートーク中はそう何個か見れたよ。フさんってあったね、フさんと。 YouTube で帰りに見てたんですよ、青春ガラス公演の配信してたものを、アーカイブかな。そしたらやっぱ結構ね、白3本のサイリウムを用意して写真を撮って載せてくださってた方何人かいましたね。見ましたよ、ちゃんと。ありがとうございます。
嬉しいね、嬉しい。劇場公演はアイドル活動って感じで、そうやっとアイドルになれました半年ちょいぶりに。慣れてましたか皆さんの目には。うーん、富のコメント見れましたが、全然見れなかった全然私の見るタイミングが悪くて見れなかった。その場で、うん飛びしすぎねえ、嬉しいね、コメントが。アイドルさん見て嬉しい、よかった、嬉しいね。さやも大人風としてキャスさんフサみたいな読み方。え、でもね、今日見てください。あ、これ違う、ふゆちゃんとかももたんかな。あのね、キャップの上に名前を書いてくれて、ささんって言われたよ、私、ささんさが続くとなんか変だね、ささん。あとはさぼやで、さあやって書いてあった。嬉しいね、ささんだって、ささん、私ささん自分って気づかないよね、ささんって。フさんとかキャさんは分かりやすいね。でもキャノンっていうキャさんでしょ、カノンだったらさ、カさんなんか違うよね、やっぱキャさんいいな、なんか。そう、なんかイさんだと池田楓ちゃんと被っちゃうねみたいな感じでなくなっちゃったんですよ、私は。ささんでした、私。ささん確かに悩むわ、なさん。あーなさん違うね、悩ん、悩むわ、悩ん。ささん、はい久しぶりに思ってる最後に、嬉しいよ、嬉しいよ。中坂さんは中坂さん、それがいい、中坂さん、中坂さんそう、中坂はね、私のこと入り口って呼んでくれるから、入り口。確かに38が一番言いやすいし、見やすいし、分かりやすい。ハッピーさんはハさん、なんかやだ、ハさん、ハさん、やだやだ、ハッピーさん。確かに入り口、私呼ばれたことないな、学生の頃から。全部さやか、さやかちゃん、さあちゃん、サーチンかな。さあちゃんとかもうずっと呼ばれなさすぎて、今呼ばれても絶対反応できなさそう。さあちゃんかわいいよね、もうなんかさあちゃんって呼んでる子がかわいいかわいい。さやかちゃん呼び好き。あ、そう、さやかちゃん呼びはね、悩んだけかもしれない、キウキの中で。あ、カエニャン、カエニャン、サーヤちゃんじゃないよね、サヤカちゃんだ。少ないよ、メットにいなくて嬉しい。みんなサーヤちゃん、サーヤ、サヤカって反応しますか。できない、 SK でいる間は全然反応できない友達の前だと反応できるけど。あ、確かに、まこちゃんもさやかちゃんだ。あれ意外といる。あおみさんもだ。あれあんま名前呼ばれないんだ、私。一緒に、てか、ずっと会えてないからね。もう基本、なーやんがね、頭にある。レッスンもずっと一緒いたし。ファンに呼び捨てされたことある？え、握手会では、最初の頃あった気がするかな。でも本当に今はない。
さあや呼びかな、さゆかないなあ。そう、あとは家族がみんなさやか呼びだからね。確かにチコちゃん呼びもあったな。難しい。今でも握手会でそう呼んでくださる方が何人かいるので嬉しいですね。そう、苗字呼びも、あ、苗字呼びといったら先輩方ですね、ほとんど。なんかマキコさんも入内島ちゃんって呼んでくださるんですけど、すごい言いづらそうで申し訳ないなって思ってるんですよ。そう、入内島ちゃん、あのダンスの先生も入内島ちゃん、すごい長いね、下の名前でいいのに。さやか、いや、さや呼べないか、入内島がいいんだもん、いいんだよね。入内島ねー、あの人は、あ、そうそうそうね、聞いてくださいよ。この間あのインスタグラムで野々垣さんのね、昔のインスタグラムを見たら、最後の投稿が私の写真なんですよ。それ見たらすごい悲しくなって、今野々垣さんがいたらどんな感じなんだろうなってすごい自分の中でいろいろ考えたら悲しくなっちゃって。そう、本当に優しかった、優しかったな。そう、悲しくなった。連絡も、連絡先知ってるけどお話はしないから。そう、切ない。そう、それだね。本当に悲しかった。今日外川さんの配信でも野々垣さんの話出てきた。おー、すごい。なんか私結構被りますよね、好きな方。なんかちゃんとセットのお名前がある方が好きになる。ね、8期生さん。主に。わあ。あ、待って。昨日のさやねさんのインスタライブ見た？見ました。見ましたよ。もうなんか可愛すぎて言葉が出ません。本当に可愛かったの、山本さんがさ、スクショが止まらなかった。本当に可愛かった。なんか前よりなんかね、痩せててちょっと心配になりました。私すごい、すごく可愛かったです。本当に可愛くて、ツイッターネットに上がっている、いや、あ、ん？上がった誕生日のお写真も即保存しました。私、お姉ちゃんに送った。エグカワ、うん、かわいい。もうね、すごいね、スクショが止まらないの、やってること。嘘、この私の配信もスクショを皆さんしてくださってるんですか。嬉しいけど絶対判明でしょ。絶対半目でしょ。だって今日みんなとソーシャルディスタンスを保っての自撮りをした時に、私結構半目だった。半目だし、ポーズが全然定まってない時にあの押されて、それでエアドロされて、あ、みんなこの私の写真見てるんだって恥ずかしくなった。あれー。半目多いよ私。半目しれっと気づ、あ、それは素敵、いいよ、これからもそうしてください。邪魔、まばたきしなきゃいいの。いや、でもコンタクトしてるから乾いちゃうんだよな。狙って半目して、そんな狙いはしません。
すごいそう、一人だけタイミング合わない。だからみんなで撮るよって言った時はもうずっとってやってるしかないよね。ハメといえばさあ、そうやだね、そんな定着しないで悲しい、目見開いて、そうそうよ、うん、何も見せるもんない、ないな。知ってるならハッピーさん。ないよ。今からご飯何食べよう。もう12時になるのに。ダメだ、お腹空いて寝れない。からビーム？からビーム？今からご飯？そう。そう。でも今食べてもね、すぐには寝ないから大丈夫。バナナはやだ。納豆もやだな。あ、トマトはある。トマト。いや、それでお腹いっぱいにはならない。パンは置いてない。ささみだね、やっぱ。なんか軽かったね。あ、きゅうりある。あと、こんにゃくでできたそうめんみたいなあるんですよ。それカロリー低いので、それ食べればいいんだ。プリンないの悲しい。私プリンね、なめらかプリンも好きだし、なんだっけ、焦がしプリン、違う、あ、焼きプリンが好きなの。一生食べられると思う、そのプリンは。そう、結構ね、意識してる、カロリーと糖質は。お買い物するとき10秒チャージしないな、懐かしい懐かしい。ビーダー飲んでないな、ずっと。そう、キャラメルはなくても全然平気、美味しい。タンパク質多めに頑張ろう、とろショーフの硬いプリン、何それ、美味しそう、食べたい。そう、なんかさ、もう身がぎっしり詰まってるプリン絶対美味しいよね。硬めなプリンも美味しいし。食べたくなっちゃった、今ないのに。お腹が空いたらスニーカーズしたことある？ある。スニーカーズって結構重いからお腹たまるんですよね。美味しいよね。お母さんの影響ですごい好きになった。何？マーロープリン聞いたことあるぞ。なんだ、あ、ほんとだ、もう57分、早い。先にランキングを読もう。ランキング38、お、これはいつも見るアバターだけど、なんだこれは、犬？なんだ、東京タワーを持ってるわかんない。東京タワーを持ってる緑のアバターさん38。1位、スコティッシュフォールドのアバターさん、タワーありがとうございました。お久しぶりよ、ありがとうございますありがとうございます。2位、あ、絵が、2位、バルタ星人のアバターさん、3位、キリミちゃん、4位、野々垣さんのアバターさん、5位、桃のアバターさん、6位、棚尾さんのアバターさん、7位、猫のアバターさん、
8位うさぎのアバターさん、9位ポムポムプリンのアバターさん、10位フクロウのアバターさん、11位カレーのアバターさん、12位里川さんのアバターさん、13位アフロのアバターさん。皆さんありがとうございました。間に合った？間に合ったよ。あと2分で終わるけど、今日も無事にブログも上がったし、ハッピーボトルも遅れてよかった。明日また今日公園で撮ったお写真をメールで送ります。皆さん今日は青春ガーズ公園見てくださり、また終わった後のこの配信も夜遅いのに見てくださりありがとうございました。嬉しいよ、本当に本当に。もっとこれからもね、劇場公演に立っていいパフォーマンスができるように頑張るので見守ってくださると嬉しいです。あと1分、皆さんありがとうございました。おやすみなさい。ありがとうございました、本当に本当に。ありがとうございました。バイバイ、おやすみなさい。いつ切れるかな。意外とまだ時間ある、1分って。